ジョージ・ユングジョージ・ユングはアメリカ合衆国の犯罪者。1970年代から1980年代にかけて活躍した伝説的なドラッグディーラーである。マサチューセッツ州ウェイマス出身。1960年代にマリファナの密用をはじめ飛行機でメキシコからカリフォルニア州に何百ポンドもの麻薬を運ぶ。この事業が月に10万ドルを稼ぎ出し、 プロのパイロットを雇うようになると仲間の密告によりシカゴで逮捕される。コネチカット集団バリー刑務所でコカインに関して専門知識のあるコロンビア人の家系を持つアメリカ人カルロス・リゲルと出会う。互いの専門知識を活かし刑務所中でコロンビアからコカインを密輸する計画を練る。釈放されると小さな飛行機を使い実行に移す。計画は バハマの臨時滑走路を補給地点とし、路線の円滑化と保護の目的で賄賂をばらまくといったものだった。1970年代後半、カルロスの計画がさらに壮大になり、自身のバハマの島に大規模な輸送組織網を作ると、カルロスはユングとの仕事を切るようになった。しかしこの頃には、コロンビアの麻薬カルテルと密接になっており、その親玉であるパブロエ・スコバルと、 個人的な友人としての結びつきを強めていた。そのためカルロスに手を切られた後でも、エスコバルを直接介して、適度な独立した密輸を行うことができ、1億ドル以上を稼ぐ。しかし1987年マサチューセッツ州で DEA のお取り捜査により、再び300キロのコカイン所持で逮捕される。休憩60年は、ナウテの弁護士、 モーリスのおかげで15年にまで減刑される。保釈後失敬しなかったが、すぐに他の取引に巻き込まれることとなる。この頃カルロスはエスコバル等と対立する政府に協力していた。そこでエスコバルの許可を得て、ユングはカルロスに不利な証言をすることで自由の身となった。ケープにてシーフードレストランに新鮮な魚を運ぶ仕事など、いくつかのまっとな仕事をした後、 再びマリファナの仕事を始める。1994年に1754ポンドのマリファナと共にカンザス州トピカ市で逮捕された。ユングは2014年12月27日に72歳で釈放される予定である。なお、釈放後も8年間は仮出獄期間となる。2016年12月6日、仮釈放違反に手自宅で逮捕され、 2017年6月に釈放された。2021年5月5日、ウェーマスのホスピスにて78年の生涯を終えた。ユングの反省は2001年にジョニー・デップ主演の映画、ブローにて映画化された。ありがとうございます。